私とディザスターの火星ね。クリオ、ブレイクイン。サクラ？あ、大丈夫。招待状。このおまけどもが。ハシマルのサブユニットと戦ってる。招待状、団員たちの援護を。ユノの姉さん、すみません。ブレイク反応が。見たことない。黒いモビルスーツがブレイクイン。援護、助かったぜ。俺たちは団長と合流する。はい、あの、気をつけて。記憶見たか。今のはシド？いや、違う。あれはハシマル。シドじゃないけど。いや、団員のみんなは無事みたいね。副団長さんが仕掛けた爆弾があちこちにあるよ。撃てば爆発するから。火星をこれ以上あら。早く団長さんのところへ行こう。すまねえ、こっちは戻ってる。はい、すぐに合流します。ここは俺たちが引き受けます。姉さんたちは団長のところに。了解。招待状、マーカーに向かって。この反応、 AG の歴史からのブレイクイン。レイガンの X ラウンダー専用機、ジルスベインだ。クソ、モビルアーマーがこんなところまで。バルバトスやクシオンは動かせねえってのに。団長、今招待状とキヨ君が向かってます。持ちこたえて。テイワズからもらった俺の試練を本部から運んでる。いざとなれや。でも司令官が出撃なんか。俺は火星の王にならなきゃいけないんだ。家族のために、鉄火団のために。団長、そのモビルスーツは。まさかこいつに乗ることになろうとはな。王様の椅子、団長さん用に作られた試練だね。火星で王になる。なんてどうするつもりなんですか。お前が来るか。火星の王って鉄火団、なんだってこいつら何匹も。ウスザ DB のデータによって。でもこの感じ、まだいます。信じるぜ、キヨ。このまま行くぞ。了解。招待状、先行して。あれ、近くに。レイガンのモビルスーツがプリ。やつ、ブレイク反応、レイガンだよ。くそ、邪魔するんじゃねえ。最後のモビルアーマーさえ倒せりゃ。僕を待って。お前ら、無事か。団長、ゼラギウスの力、今ここで見せる。ベイガンギア、出る。てめえ、よくも仲間を。ゼラギウス。でもこの感じ、まさか。フェザール・イゼルカントの遺伝子を受け継ぎ、最高のエクスランダーマーリスを封じる人の心に向かない戦士。その彼が死後に取り込まれたんだ。そんな、あの人が。やめるんだ。ここでの戦いはもう終わったんだ。終わっていない。ガンダムと全ての連邦軍、これでモビルアーマー最後だ。キヨ、お前は火星圏の悲しい現実を見てきた。我々の戦う理由を知ったはずだ。プロジェクトエデン。なんだそいつは。限られた資源と大地を奪い合う、血塗られた歴史を止めるため、新たな人類の歴史を担う優れた死を選び出す。戦争のない世界、穏やかで平和な理想の楽園、エデンを作り出すために。残った奴らはどうすんだ。そんな勝手なことはさせねえぞ。そんなの違う、間違ってる。どうして人間を選ぶなんてことを。選び出された優れた死によって、人類の歴史から争いが一掃されるか。なぜわからないのか、キヨ。やっぱりこれで終わりだ。あの光、間違いない。サイコフレーム、私たちを案内している。ユノ姉さん、あの飛んでく先、ガンダム。
リタ、リタなんだろ。リタなら話を聞いてくれ。俺だ、ヨナだ、ヨナバシカだ。聞こえているんだろリタ。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。78の日ガンダム、本物の赤い彗星。ガンダムとジオング、ブレイクアウト。ヨナ少尉、あれを。あの光、リタ、俺に何を見せたいんだ。調べたんだけど、フェネックスのデータはこのミッション中に存在してない。じゃあ、あのサイコフレームは。小隊長、追いかけて。敵モビルスーツがブレイクイン。グリフィス戦役の次は当然第一次ネオジオン戦争時のモビルスーツだっていうのか。一年戦争から歴史をたどっていってるの。いけ。では行こうか、ハマーンカーン。カミーユさん、あんたと一緒に戦えるなんてね。油断するな、ジュド。シロッコとハマーンだぞ。こんなんじゃリーナだって。大丈夫だ、あの鳥が僕たちを導いてくれる。リタ、今度は何を見せたいんだ。カミーユ君、ジュドー君のブレイクアウトは問題なしだよ。了解よ、サイコフレームを追って。こいつらは袖付きのモビルスーツ。その前だよ。当てる。ダダーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出す。このモビルスーツ、アクシ…シャア、奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。ジオンの名を背負う者として連邦には負けられんよ。この力、示させてもらう。袖付きの…いや、まだ来る。切り札ってのは最後に切らないとな。逃れられんよ。と、見た。聞こえた、強い声が。君は。出たはずのシンギュラリティ1、戦火としては申し分ない。君は危険だ、アナージカ。その首、副市長の代わりにもらい受ける。を回復する。最後共栄拳だろ。もう分かってるはずだ、ゾルタ・アッカル。もうよせ、ゾルタ。あの声がした場所、遠いな。それでも、それでもいつかは、いつかは。ユノ姉さん、サイコフレームが。この黄昏のアクシズで人の心の光を見せてくれたのね、リタ・ベルナルさん。Take it!
行け。小隊長さん、好きに動いてもらってオッケー。燃料や弾薬を気にせず演習してやる。終了。チュートリアル終了。テリア、テリア、テリア、テイッ。肝心な時にこいつでどうだ。うわあ、当てる。